ゆる玉応援団団,団長の小バとんゆる玉応援団は埼玉県内の自治体及び県内に本社がある団体、企業などが制定したマスコットキャラクターやイメージキャラクターで構成されたゆるキャラのユニット。2008年11月14日に埼玉県の魅力を PR する目的で結成され、結成時の団員10体に上田誠治埼玉県知事より任命書が授与された。以降、 県の主催する観光イベントなどに、おおむねに3体から10体以上のキャラクターを派遣し、県民との交流を深めている。2013年11月14日には、団員入りしたキャラクターが100体を超えた。結成にあたっては、ゆるたま応援団設置要項が定められた。要項では、メンバー入りの条件として、そのキャラの着ぐるみが制作されていることなどが挙げられている。なお、 埼玉県が2010年1月12日に発表した埼玉長官公立県宣言では県の観光アピールの一つとしてゆるキャラサミットを開催などを通しているキャラの聖地とすることを標榜しているがこれに関連し上田知事が県内全70市町村に地域の顔となるご当地キャラの制作を呼びかけるなど発展的な構想もなされている埼玉のご当地 アイドルピンキッシュが歌う公式イメージソング、僕らのマーチがある。2016年2月に、福島県元宮市のキャラクター、まゆみちゃんが、団員入りしたが、これは、あげおしと元宮市の共通キャラクター、あゆみを、団員入りした、際の特例である。なお、埼玉市の観光大使である、浦和うなこちゃんについては、所属団体の浦和のうなぎを育てる会から、 柳瀬先生が真剣に考えたキャラなので、ゆるいには馴染まないとの理由で不参加となった。埼玉県熊谷市として開催都市の一つとなっているラグビーワールドカップ2019を盛り上げるため、団員有志によって結成されたラグビー応援軍団。2018年4月26日に結成式が行われた。メンバーは日本代表と同じデザインのジャージを着用し、 ラグビーのポジションが割り当てられている。番号ラグビーポジション記号名称名前の順で記載。ありがとうございます。